はやとマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界5月20日の出来事について触れてまいります。1983年 IWGP シリーズ中の長州浜口の新日対談はプロレス界に衝撃を与えました。依然2人は失踪中で浜口夫人は困惑しています。1985年広斎藤はザ・コブラを破り第12代 WWF ジュニア王座となりました。1993年正規軍を結成した川田田植がスティーブ・ウィリアムス・テリー・ゴディを破り世界タッグを奪取しました。1982年のこの日、イブシコータの誕生日です。2011年のこの日、ランディ・サベージの命日です。2024年、ロッシー・小川の新団体マリー・ウォールドが旗揚げしました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。